福岡市で開かれているものづくりフェア。過去最多となる555のメーカーや団体が出展しています。キーワードは何ですか？ズバリ自動化省力化。この2つを実現するため、会場内で目立っていたのが自動運搬ロボットです。ただこちらは運搬以外もできる変わり種。見てください、これ私が書いたものなんですけど、ロボットが書いたものがこれほぼ同じですよ。人間が筆で書いた文字をこのように正確に再現。それに加え、ネジ締めや扉の開閉などもできる、いわば変幻自在のロボットなんです。TSMC の熊本進出を控え、半導体関連ビジネスに関心が集まる中、半導体の部品を販売する企業はあえてそうした製品を置いていません。なぜなんでしょうか？やはり半導体の部品だけですと、やはり市場が限られてきてしまいますので、僕らは製造現場に向けて一歩踏み出せて、メーカー機能を充実させようとしています。そのためアピールしているのがこちらの製品。木戸さん、これ何個あるか分かりますか？え？ 1,2,3,4,5 って。いや、これ相当厳しいでしょ、はい、大変だと思いますよ、はい、こうした数を数える作業を自動化、瞬時に分かるため作業時間は最大 80% 削減できるそうです。各企業さんたちは生き残りをかけて、新しい技術だったり自動化省力化、そういったものに注目されていて、新しいものを探しに来られている来場者とたくさんいらっしゃいます。有益な情報を持ち帰っていただけるように、主催者としては尽力しております。このイベントは明日までです。